ストレートエニアグラム二等辺の友人です。隊長です。隊長でございます。はい、炭治郎炭治郎置いてかないでくれよごめんなさい。それは何ですか？善逸善逸の真似をしてみました。うんはい、面白いと思って。僕じゃなくて鬼滅の刃が面白い。はいはいはい。で、なんでこれを見ながら面白いんだろう、ってふと思ったのが、あ、炭治郎って、僕は自分のことエニアグラムはタイプ6だと思ってるんですけど、あ、炭治郎、タイプ6の主人公だ。で、要はタイプ6でかっこいい主人公。だから売れたんだ、僕も面白いと思っている、大人でも、少年漫画なのに、よくなんかヒットの原因はね、なんかあっちゃんとかは、なんかジョジョの冒険と、ブロケンと、あれとあれとみたいな話とかしてますけど、違うと、鬼滅の刃が面白かったのは、かまど炭治郎がタイプ6だからです。親近感が持てるかっこいい主人公。いや今までね、そのタイプ6っていろいろそのアニメの主人公でいるんですけど、例えばのび太、タイプ6って言われます、あとは、これちょっと古いんですけど、ぶっこみのタクのタクちゃん、もう多分タイプ6ですよ、あれはかっこいいですかと、いいねかっこいいね俺と同じタイプのタイプ6かっこいいだろってならなかったんですけど、タンちゃん、タンジローは似てますかね。そっちも6じゃないですか。6っぽいですあいつもかっこいいんですよ。雷の呼吸法のやつね、あれもかっこいい善逸、で今回タイプ6がみんなかっこいい、だからだ以上ありがとう違うどうで、僕はあれを見て、あタイプ6が多い、だから人気が出たと思ったんですけど、なんか好きなキャラクターとかいます？僕はあんまり、僕は単にある女性客を囲い込んだからだと思ってますけどね。違うじゃない。で、炭治郎がタイプ6だっていうのは異論はない。タイプ6だと思います。ちょっと気の弱そうなとことか。そうですね、だけどこう何かを守るために力を発揮するみたいな。何かに、であとはその、そうなんです。僕は長男だから我慢できる。何かちょっと夜すべがあるみたいな、僕は長男だから頑張れるんだとか、修行をこんだけやったから頑張れるんだとか、何か大きいものに守られてみたいなところで、あ、もう六っぽいと思って、で、仲間を守るために、妹を守るために、禰豆子ですよ、ちょっと肉々しいね、あの蜘蛛の巣でピーってなんかちょっとハムっぽいところがすごい色っぽいと思ったんですけど、禰豆子いいねとか思いながら。でタイプ6だから、今までの、そのジャンプのキャラクター、例えばそのオッソラ悟空とか、海賊王とかはね、なんかそのどっか7っぽいじゃないですか。7っぽいですね。ほら強いやつ見とワクワクすっどーとか、で、なかなかその親近感が出ない、だからそのワンピースでなんか好きなキャラクターって、ワンピースで結構みんなみんなだからルフィも好きですよ。いいとこあるしって、ルフィもいいとこあるし、ゾロもいいとこあるしこれなんかわざと言ってる？わざとじゃない、タイプ9からわざと言ってるいやいやいや、じゃない、なんか、だからなんだろう、いろいろパターンによります。どういうふうになりたいかって言われると、あ、このタイプとか、友達になりたいかって言われるとこのタイプとかって言われると、私その今までアニメ、漫画遍歴の中で、どうしてもなんかその自分になんか主人公は結構好きになれないんですね。ドラゴンボールも、ドラゴンボール好きなのヤムチャだったんですよ、ちょっと調子のリーで、なんか仲間のために熱いんだけど、なんか失敗してみたいな、ちょっと人間っぽいじゃないですか。ドラゴンボール誰が好きですか？ドラゴンボールもだから特にわざとわざとじゃないです。だからわざと言ってる。いやいやいや、みんなの気持ちが、悟空も好き、悟空の強さにも憧れるしみたいな、あんな風にできたらいいな的な、あんな明るくこう生きてきたら楽しいだろうなみたいな憧れもあったりとか。僕あれ結構嫉妬なんですよ、
あ、だから嫉妬はないんで、ああいうのはいいなとか、あのベジータみたいなプライド高いのもかっこいいなとか。あれタイプ1ですよね。そう、ああいうなんか、だからどのタイプも、あ、このタイプはこういうとこが好きだなとか、そういう感じがあるのに、どのタイプって言われると、まあ、若干の差は、あ、なんかベジータより悟空かなとか、あ、ピッコロも好きだなとか。あ、ピッコロ人気あります。そう、そういう、これがあんまり好きじゃないとかっていうのはあんまりない。なるほど。なめくせに、うん、エニアグラムがあればピッコロは何ですかね。ピッコロ何ですかね。ピッコロ5とかですかね。 8？ あ、でも 8、 あ、8っぽいところもあるな。怖い感じもある。怖い感じしますよね、うん、8でもこう威圧的な感じはありませんが、ご飯に対して修行シーンとか。でもなんか合理的じゃないですか。合理的、あのなんか俺についてこいっていう感じの厳しさじゃないですね。ない、確かに、うん、合理的な感じしますね。合理的な、これをやったらこいつは強くなるんじゃないかみたいなことを考えて、なんか試練を与えてる的な。なるほど、うん、ってすると1とかかもしれないですよね。あ、うん、あ、うん、だとやっぱり僕はその、うん、アニメの見方として、うんうん、結構その、うん、誰かを好きになって追ってく感じなので、うんうん、僕ドラゴンボールを読み起こすことはないんですよ、うんうんうん、ヤムチャが活躍しないから。あ、だからそのなんか YouTube で上げられているなんかドラゴンボールのゲーム動画とかでもヤムチャなのに強いみたいな、ローが夫婦拳でベジータとかをやり込めるやつを見るのが好きなんですけど、そういうのも好きですよ。そういうのもとかじゃない。そういうのも好きです。ヤムチャも好き、ヤムチャも好き、クリリンも好き、なんかわざと言ってるみたいに聞こえるんですけど、なんか面白いのは好きなんですよ。なるほど。なんこれがね、うん、なんか僕がタイプ6だから、うんうんうん、で今回この動画上げたのも、うん、その鬼滅の刃、うん、なんでこんなにヒットしてるんだろう、うんうんうん、で思って見始めた時に、うんうん、あ、タンちゃんが6だから、うんうん、だって肩組んでるもん僕、うん、あの今まで主人公かっこいいしで、うん、今までのタイプ6の主人公とは肩を組めなかった、うんうん、なぜならかっこよくないか、かっこよくないか、うんうん、まあ、今の挙げたのがのび太とぶっこみのタクのタクちゃんなんでちょっと偏ってるんですけど、うんうん、でもかまど炭治郎とは肩が組めたんですよ、うんうん、多分善逸もそうですよ、うん、普段弱いけどっていう、うんうん、だから肩組めるメンバーがたくさんいる、うん、でちょっと柱っていうのがごめんなさい、うん、僕たちあのアマゾンプライムしか見てないので、あの柱が出てきて、うん、電車に飛び乗ったところで終わったパターンなんですよ、うん、そこは分かんないんですけど、うんうんうん、あのそこまで見ると結構6がで、うん、たくさん出ていて、うんうん、これはいいと、うん、肩の組み替えがある、うん、だから人気が出た、うん、と思っています、うん、でこれはタイプ6だからそういう見方をしているのか、うん、で隊長に聞いたところ、あの隊長はタイプ9の人を探して好きになりますか、ならないって聞いた時に、うん、みんな好きだって、うん、タイプの9の人だから好きとかっていうのはないですね。なるほど。例えば、うん、まあ、あの分かりやすいのが例えばガンダムだと、うんうん、多分アムロレイ、うんうん、何タイプですか。アムロレイ何タイプですか。アムロ、まあその辺じゃないですか。56 56っぽい、ね、うん、僕仲間じゃないですね、アムロ。もう完全に5なんです、僕の中では、うんうんうん、ティムレイも5。で、あの中ガンダムの中では、うん、僕はあのカイが好きなんです。カイ師伝、うん、あのミハルが、うん、太平洋地に染めてで、うん、ガンペリーに乗って、うん、あーって海に行ってから強くなっていく、うん、ちょっとあの成長がね、うん、かっこいいじゃないですか、ひねくれ者だけど、うん、でガンダム何が好きですか。まあ成長で言えばみんな成長しますよね。ああいう主人公系特にっていうことを言い始めるんですよ、この人は。だからあのこう結構みんな好きなんですよ。努力型のヒーローいるじゃないですか、はいはいはい、もう一般人とか、もうむしろいじめられっ子だったレベルのところから幕の下一歩、そう、はい、こうもう努力によって幕の内ごめんなさい、幕の内一歩、はい、そう、まあ、初めの一歩、ね、初めの一歩、はい、あれみたいにこう最初はいじめられっ子のところから努力でチャンピオンになるみたいな。あれはねそんなに固く見なかったんですよ、うん、あの努力ができないですもんね、普通の人に。そうで、あの中だと僕青木なんですよ、うんうん、カエルパンチの、カエルパンチの、うん、なんか固く見るのは、うん、だからああいうなんか頑張ってる人を見ると応援したくなる気持ちが
出て好きなんですよ。あ、なるほど。そうで、まあ悟空みたいな、あ、だから初めの一歩でいくと高村、はいはい、ああもう八、ああいう圧倒的な強さを持った、ああいうのも憧れるから好きなんですよ。なんかね、あれはね、かっこいいなとは思うんですけど、かっこいいなっていう憧れ的に好きだったりとか、なので好きな理由が違ったりするけど、基本こう好き。だからそのこれがね、その例えばタイプ1の人だったらどういう好きに、うん、アニメに対して好きになる、うん、なり方、うん、例えばタイプ2だったら、うん、タイプ2だったらなんかフラウボーが好きっていうとかね、うんうん、いやみんなを、まあ、タイプ2はタイプ2でみんなを愛していますって言いそうな、愛して言いそうなんですけども、あ、でも言うかもしれない。うちの母親タイプ2多分、あ、なるほど、の母親とタイプ8の父親、はい、でうちの親父があいつは嫌いだ、あいつはどの方のとか言ってよく文句を言ってたんですよ、ね、嫌いな人が多い、嫌いな人が多い敵が多いだから敵か味方かですよね多分、はいはいはい、でそういう感じであいつはいかんとかあいつはいいやつだとか、はい、敵か味方かみたいな感じで嫌いな人が結構多いんですよね、はい、でそれを聞いてた僕とかうちの母親があんなに嫌いな人いないよねみたいなキュートでのあんなに嫌いになる、ほわんとした人たち、あんなに嫌いになることないよねみたいな、なんかそれぞれ、まあ僕的にはそれぞれみんないいところもあれば悪いところもあるみたいな、僕はそんな話を僕はもうしたいんじゃないっていう感覚、あんなに嫌いだったら人生つまんなくないみたいな感覚が多分はある。タイプ8の人、うん、好き嫌いの多い、うん、だとすると、うん、同じタイプ8の人を好きになるのかなと、とか、いや、いやもうね、なんか見てて、うん、もうあの炭治郎弱っちいと、うん、しっかりせえと思って、うん、あいつイライラするんだよね、うん、って思う可能性はある、見方をしてるかもしれない、うんうんうん、だとするとこの鬼滅の刃でいうと、うん、橋平伊之助、うんうん、イノシシ、あれちょっと蜂っぽいですよね、蜂っぽいですね、ちょっとずつ あいつが好きだって言うんだとすると、うん、なんかそのタイプごとで、うんうん、なんかそのキャラクターの好きになり方があるのではと、うんうんうん、それはあるかなっていうのを話してて思ったああなるほど、うん、なんで例えばその鬼滅の刃で言うと、うん、あの重要人物としては、うん、富岡義勇っていう、うん、あの一番初めに1話で、うん、あの出てきて、あ、はいはいはい、主人公を炭治郎を救って、うん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 、で後からその妹を守るために切腹をする覚悟があったみたいな人はどう思いますか、タイプ的に。タイプ、あんまり記憶にないなっていう柱の、いや結構あの有利タイプだとは思うんですよ、うんうんうん、有利タイプで、うん、クールな感じ、はい、クールな感じ、クールな感じ、クールな感じです。クールな感じでいけば5じゃないですかね5と、あの9じゃないですよね。あの9は多分その柱の中に時藤無一郎っていう、うん、なんかぼーっとして空に飛びか飛んでて、うん、あの鳥なんだろうって、うんうん、見てる人見た時に、うん、あ、隊長は柱の時藤が好きだって言ったら、うん、あ、やっぱりねこの各タイプ、うん、みんな同じタイプの人を好きになるんですねっていう動画を今日作れると思ったんです。それはないですよね。エニアモンドを仕掛けたら違うと、僕はみんな好きですと言い始めた。まあちょっとなんで、まあもしかご覧になっていただいた方で、あの、いや鬼滅の刃でね、このキャラクターはこのタイプじゃないみたいなものがあればどうぞご指摘いただければ、6じゃないみたいな、炭治郎取り上げないでとか思うんですけども、うん、ご指摘いただきたいですし、そのキャラの好きになり方、うん、僕はだからまあ鬼滅だけじゃなくてね、あ、なくていいです、うん、僕は基本主人公は好きになれないタイプ6でした、うん、でこのタイプ6が好きなんですよね、多分タイプ6が好きなんだろうな、うんうん、あ、かっこいいタイプ6、あ、違う、かっこいい主人なんでしょうね、タイプ6が好きっていうのがあるけど、あのタイプ6をかっこよく描かれてない主人公は好きじゃない、そんなに好きじゃないっていう感じですっていう感じですね、はい、このだからタイプ6の取り扱われ方が気に入らないっていうのは
それだ、それに反応してる感じがしますね。こう伸びたとかぶっ込みのタクみたいな、はい、タイプ6の取り扱われ方が気に入らないから好きじゃない、好きじゃないっていう感じですよね、はい、で基本タイプ6が好きなんですよね。でもタイプ6を応援している応援したい、はい、うん、だからドラゴンボールは見ない見ない、はい、ヤムチャ出てこないから、ヤムチャが出てこないから、うん、あとワンピースで言うと、うん、タイプ6は、うん、例えばそのウソップとか、うん、チョッパーは結構好きなんです、うんうん、あとエースね、あーエースね、エースも6っぽくないですか、うん、エース6じゃねえな、6じゃない、8じゃないですか、僕あの3かなとかってちょっと思ったんですけど、 8っぽいですね、うん、健全度の高い8みたいな確かに8っぽい、うん、でやっぱりそのウソップとか、うんうんうん、チョッパーが活躍するのは好きなんですけど、うんうんうん、なんかあと他のねヒーローみたいなのが活躍するのはそんなにふーんって見てる感じです、うんうん、どうですかワンピース、僕結構みんな好きですよなるほど、なんかいろんな人見てうわかっこいいとかっていう感じですよね。まあ確かにワンピースはフィギュアがかっこいいですから、ね、うんうん、フィギュアがこう、はい、ゾロはゾロの三刀流もかっこいいしみたいなゾロは8ですよね、うん、ゾロは8、うん、あそこやっぱ8とか多いですよ、8、まあ、なんか強いのが8ってイメージだからじゃないですかね。あ、なるほど、うん、8かっこいいですよねやっぱり、うん、ないや、うん、ちょっと8憧れるところはあります、うん、そう憧れ的にゾロかっこいいっていうのはなんかもうかっこたる信念じゃないですか、うん、あ持ってない持ってない者たちによる持ってないかっこたる信念、はい、でそのかっこたる信念はかっこいいなって思うことはあるので、はい、まあ、そういうのを持ってるゾロとかも好きみたいな、あ、まあ好きなんですけどねっていう感じですよね、はい、憧れ的な好き、うん、そしたらなんでご自身が9だと思ってる人は、うんうん、あ同じ感じなのか、うん、どうなのかを知りたいなと思ってます、うんうん、皆さんのアニメの見方、そうなので、まあ、自分はタイプ例えばタイプ2だけどタイプ2はこんな感じ、はい、同じタイプ2を好きになるのかとか特定のこのタイプが好きになるとか、あ、 そうですね、そういうのもあるかもしれないじゃないですか。あと、うん、あの見ていただいてる方、うん、結構タイプ4の人多いんですけど、うん、タイプ4は私が特別って思ってる人たちは、うんうん、他にも特別な人がいっぱい出てるわけじゃないですか、うん、その中でアニメをどう見てるんだろうっていうのはちょっと興味があります、うんうんうん、なんかねタイプ4が好きな気がしますわかんないです、あ、出てくる、僕の想像的に、ね、なんか、うん、タイプ4ってこうドラマチックな展開が好きな感じじゃないですか、平凡なストーリーじゃなくて、あとやっぱさっきの、うん、あの鬼滅の刃の柱の義勇さんも4かもしれない、うん、とてもクール あまり喋らない、うん、でも決めるとこは決める、うん、でもカッコつけてるのと変わった展開ドラマチックな展開、はいはい、だからこう自分がダメなこともあるんですよ、浮き沈みが激しい展開が好きな感じじゃないですか、タイプ4の特徴的にこう右肩上がりでバーンっていくようなのもあんまり好きじゃないと思うんですよ、あと山あり谷ありの激しい人生が好きなんじゃないかなって僕の感覚的に思ってますけど、あ、なんだよ、もしかしたら、うん、いつも敵のことを好きになってるかもしれない、ね、うん、あ、それもあるかもしれない、こう報われない、頑張っあいつらも頑張ってんじゃないみたいななるほどっていうのもあるかもしれないですよね、あれ鬼舞辻無惨が好きなんですって言うみたいな、ああいう報われないタイプにどうも惹かれてしまうみたいなのがあるかもしれない、いつも敵側の人を好きになるんですって、うん、そう、あ、ジョーカーとか好きかもしれないですね、なあ、うん、分かんないですけどねっていうこの、うん、ね、なぜ、うん、そういった、そうですね、そう、ご意見をいただけると参考に、なんでその鬼滅の刃が売れた原因は、うん、僕はエニアグラムのタイプ6をかっこよく描いたからだ、うん、って言ってますけども、うん、それに対する批判でも全然その通りだと思いますが、僕はそう思いました、うんうん、タイプ6がかっこいいから、うん、どう思いますもういい僕は女性層です、あ、なるほど、まあ、基本かっこよくないと売れないかなっていうのが僕はあるんで、あ、なるほど、うん、でもタクちゃんかっこよくないですよ、そんなに、でも大ヒットしました、ぶっこみのタクは我々高校時代は大ヒットですよね、うん、でもあの鬼滅の刃って、あ、まあそうか、まあ、そこのあの読まれてる漫画レベルじゃなくて大ヒット、本当にこうバーンとこう
ニュースに上がるほどの大ヒットじゃないですか。そうかそうか、そうですね、うん、でワンピースとかあの辺もそういう感じですよね。世界で何億とか、タイプ7、タイプ7の主人公っていう、まあ、どうも好きになれない、うん、まあ、ドラえもんは大ヒットですけど、まあドラえもんはもうそう、でもまああれもある意味タイプ6を描いてる、うんうん、わかんないですけどね僕的にタイプ9の可能性も結構あるなっていう。なるほど、うん、あんなサボれないですよね6 そうなんですよね確かに、まああれアニメなんでね、こう本当の人じゃないんで、まあまあまあ、まあ、その場面場面でこうキャラクター変えられちゃうんで、映画ののび太くんは多分タイプ6ですよね。あ責任感責任感があって、うんうん、勇気があってみたいな、うんうんうん、っていう、はい、鬼滅の刃に合わせて合わせて、いやでも、うん、ちょっと映画見に行こうかなと思ってます、うん、僕ももう一回見てみようかな。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。